イギリス国鉄4型2の6の 4T 蒸気機,機関車は、イギリス国鉄のタンク式蒸気機関車。1950年代に製造され、郊外及び準急行列車で使用された。1948年のイギリス国鉄では、ロンドンミッドランド地域には、LMS2K2 から6から 2T 蒸気機,機関車が多く、西部地域には、 グレートウェスタン鉄道の GWR5101、軽乗機機関車が多く配備されていた。これらのタンク機関車は、通勤列車の中でも、準急列車に適していた。ただし、スコットランドと南部地域には配属されず、多数のグループ改善の機関車を、苦労しながら運用していた。イギリス国鉄4型2から6から 4T 機関車、ギスボロー駅での8118、 1950年代、イギリス国鉄の標準蒸気機関車シリーズの製造を決定した際、LMS スタニア及び LMS2 から6から 4T 蒸気機関車に一部修正を加えた一連のタンク機関車が注文した。したがって、本形式の系譜は、1927年の LMS2 から6から 4T 蒸気機関車にまで遡り、LMS BR クラス s s 4 2から6から 4T 機関車を通じて追跡でき1933年にファウラーが LMS に導入した2から6から4タンク機関車設計の最終開発とも言えた。設計作業はブライトンで行われ RA リドルが監修した。フェアバーンの設計に対する主要な変更にはエンベロープを縮小して L1 ローディングゲージに収めるためにタンクとキャブは フェアバーンの設計より車両限界に合わせて内側に傾斜していた。最大の機械的変化は断面積を減らすためのシリンダーサイズの縮小とそれに対応するボイラー圧力の増加である。他の目に見える変化にはシリンダーの前のメッキの再導入が含まれている。タンクの通気口はドライバーの視界を制限することがわかり、8059からさらに前方に移動した。 当初は溝付き連結棒で構築されていたが、これらは他の形式で問題を引き起こし、8079から平ら断面の連結棒に置き換えられた。本形式の基本的な寸法と機能には、4から6から0ホイール配置8インチ、リーディングボギー3フィート、225LBF、イン2でプレスされた ARB5 ボイラー、2つの外側シリンダーは、 ウォルスト・シャルツのバルブギア装置で作動し、総重量は八十六点六五トン、二万五千五百十五 l b f の牽引力があった。イギリス国鉄四型四の六のゼロ蒸気機関車は本形式の大型版であり、ボイラーも同一規格のものが使われた。本形式の百五十五両のうち百三十両がブライトン工場で、十五両がダービー工場で、十両が ドンカスター工場で1951年から1956年にかけて製造された。1957年に製造予定だった15両は差し迫ったディーゼル化によりキャンセルされ、最後の5両も製造が進んだ段階になかった場合はキャンセルされることになっていた。本形式は成功を収め、スピードと加速で乗務員に人気があった。当初は 西部を除くすべての地域に割り当てられていた。西部地域には類似した機関車が大量にあったため、最初はそこに割り当てはなかったが、1960年代、初頭に少数の割り当てがあった。南部地域では、1962年にそのルートが電化されるまで、ロンドン、ティルバリー、サウスエンドラインの郊外旅客列車で使用された。また旧ロンドンブライトン サウスコースト鉄道の電化されなかった路線であるイーストサセックスケント線のブライトン、タンブリッジウェルズ、スリーブリッジズでも広く使用された。ダービーとドンカスターが製造した本形式はスコットランドの機関区に配属され、ポルマディ機関区ではグラスゴー周辺の旅客列車を担当した。1962年7月からは LT&S の電化により、 西部地域のスウォンジー地区とシュルーズベリー地区、及びその他の地域に移された。フェンチャーチストリートからロンドンティルベリールートを運行するための東部地域の機関車は、スタニエ LMS4MT42500 クラスと一緒に使用された。この路線は1962年に電化され、標準 4MT800 クラスのタンク機関車が再配備された。それらは主に、 スコットランドとエールズの旧カンブリア船に再割り当てされ、この時点でロンドンミッドランドリージョンの管理下にあった。1952年にロンドンミッドランドリージョンに割り当てられた20両の機関車の最初のバッジのうち10台が南部地域に再配属され、10両が1959年と1960年にスコットランドリージョンに配属されました。 テンプルコムは1958年2月に南部地域の管理から西部地域に移管された。エクスマウスジャンクションとヨービルタウンも同様に1963年9月に移管された。クロイス・ネイビス、レミントン・スパ、オスウィストリー、マケンレス、シュルーズベリーは1963年9月に西部地域からロンドン・ミッドランド地域に移管された。 ネーズデンは1958年2月に東部地域からロンドンミッドランドの支配下に移された。本形式はイギリス国鉄最後のタンク機関車の一つであり1966年の終わりまでに25両が使用されていた。これはまだ使用されているすべての形式のタンク機関車の総数の約26%に相当した。1956年4月24日、 8119号はヨークシャーのスカルビーで入れ替え中に線路が変形して脱線した。事故原因はスカルビーでの軸重が重い機関車による入れ替えを禁止する規定を忘れたためだった。1958年1月30日に8079号は旅客列車経員中にエセックスで信号をオーバーランし別の旅客列車との追突した。10人が死亡し 89人が負傷した。1958年1月30日、ロンドン、ティルベリー、サウスエンド鉄道線18時35分発、フェンチャーチストリートからソープベイまでの旅客列車を牽引した8079号は、信号をオーバーランして18時20分発、フェンチャーチストリートからシューベリーネスまでの旅客列車の後部車両に衝突した。 どちらの列車も11両の客車で構成され、それぞれ約500人の乗客を運んでいた。18時35分の列車は、18時20分発の列車の3台の車両を破壊し、他のいくつかの車両を脱線させた。18時35分の列車の機関車と先頭の客車が脱線した。 いくつかの残骸が隣接するロンドン地下鉄線を封鎖したが、それ以上の事故は発生しなかった。当時、ダゲナム東駅の状況は、霧がかかっていた。事故で10人の乗客が死亡し、89人が負傷した。鉄道職員の4人も負傷した。この事故に巻き込まれた機関車の一つは、強制バーン警告鉄道で生き残っている。1961年4月18日、 8075号は旅客列車の牽引中にエセックス州ピットシーで単線作業中の信号種のミスにより脱線した。1962年12月9日、ハンプシャーのコスポートで破壊行為により8102号が脱線した。2017年7月19日、8072号はスランゴス連鉄道で5両の客車列車を牽引しており、 列車の一両目と二両目の連結が外れた。列車の両半分は真空ブレーキパイプの分離によって自動的に停止した。66人が消防隊によって列車から救助された。1960年代に蒸気機関車の大規模な廃車があった。古いタイプは4型より優先的に廃車され、1964年まで運用された。 最後の給料は1967年7月9日に南部地域から撤退した。スコットランド地区の一両である8万2は蒸気機関車として運行終了後、1969年まで定置ボイラーとしてグラス号に残った。ナンバー8103は不良走行が報告された後、1962年に廃車された。 他の2両の機関車に挟まれて、スタッフ,フォード工場まで牽引された後、主大枠が半分に割れていることが発見された。修理が経済的に釣り合わなかったため、8103は廃車され解体された。これは最初に廃車された標準形式の機関車であり、ストラトフォードで解体された唯一の機関車だった。 イギリス国鉄2の6の 4T スタンダードクラス48万70に保存のために生き残った15台の機関車のうち、イギリス国鉄から直接購入した機関車は1台のみで、これは8万2番で、他のエンジンはすべてバリースクラップヤードから購入した。保存される15台の機関車のうち、8万100と8万150のクラスの2台のみが、まだ保存されていない。 8097は最近胴体保存になり、イーストランカシャーのスクラップヤード状態からの復旧後、2019年3月にサービスを開始した。そのうちの5台は本線運用がある。NO.802、8079、8010、8098、8万98および8135。802はディーズで開かれた週末イベントに登場し、 1970年代に QBR システムで運用された。1993年10月にテンビーで行われたスワンシーからペンブロークドックまでのメインラインスペシャルの8079と8080 80。8080 80は1993年3月に本線で通常の旅客列車を行う最初の蒸気機関車になった。また、 1992年にカンブリアのネットワークに戻った。1994年、8079は8 80万8 0に加わった。保存中のクラスのメンバーの1台を除く全員がブライトン工場で建設され、8万にはダービー工場で建設された。ありがとうございます。